世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、対戦ゲームあるいは対人要素のあるゲームにおいて、よくねネット上のお山の大将たちがこんなことを言っているのを耳にします。このゲームバランス崩壊してるやん、調整班無能すぎ、わらわら、トゲのある攻撃的な言葉で開発チームのね人格を否定するようなことを言ったりする人がよくいるんですけど、僕そういう人たちのことめちゃくちゃ嫌いなんですよね。まず大前提としてゲームのバランス調整っていう分野めちゃくちゃ難しいんですよね。バランスは多少悪くて当たり前、整っていたらむしろ奇跡に近いぐらいの感覚なんで、スマブラですら5作目のバージョン13でようやくあの神バランスですよ。どんだけ難しいかっていう話ですよね。まあその SP に対してもさっき言ったようなね攻撃的な言葉で否定の殴り書きみたいなのする方々たくさんいるんですけど、もうそういうのやめませんかって話ですよ。相手のダメなところをいかにポジティブに伝えるか、これがコミュニケーションの基本です。他人に石を投げるのが気持ちいいってのは正直僕も知ってます。まあ昔やってたんでね。っていうか誰しも一度はやったことあるじゃないですか。多分インターネットっていうね匿名で書き込めて、まあ殺害予告とかそういうアウトな行為しない限り開示請求されることもなく、匿名で人に石を投げれるツールっていうね、もうそんな投げらな損やんけ。まあわかるんですけど、結局他人へのネガティブな執着っていうのは自分のメインクエストがうまくいってないことの裏返しなんですよ。根本の原因ってそっちなんで、石投げてても何も解決しないんですよね。結局自分のメインクエストをうまく攻略していく、必死に攻略していくしか解決する方法はないです。他者を攻撃しまくることってめちゃくちゃ依存性も高いんで、もうちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います。ファミレスとかでね、ちょっと料理に髪の毛入ってたぐらいで鬼の首取ったようにめちゃくちゃキレ散らかす人たまにいるじゃないですか。そういう人見てどう思いますっていう話ですよ。もう普通にね、すいませんちょっと髪の毛入ってたんで変えてもらうことできますかって言えばいいじゃないですか。まあ僕リアルだったら正直髪の毛指でどけてそのまま食いますけどね。攻撃的な言葉を使うのがベストなタイミングって人生において一度たりともないんですよ。この話を聞いてね、ああ分かった、お前否定するなって言いたいんだなって勘違いされる方がね多分たくさんいると思うんですけど、そういうことではないです。実は否定ってポジティブにできるんですよ。攻撃的な言葉なんて一切使わずにポジティブに相手のダメなところを建設的にね指摘してディスカッションしていくっていうことが人間だったらねできるので、うわこいつ俺の作品否定するなって言いたいのかよ、クリエイターとして失格やんけって早とちりしちゃった人はもうかなり重度の石投げ依存症なんでね、一度深く考えてみてください。というわけで今回は戦闘のバランス調整についてですね、まあ、バランス調整というよりはそのさらにね下の部分、バランス調整のための土台を作ろうっていうところをねちょっとやってみたいと思います。このゲームの戦闘ってさっきから後ろで流してるみたいな感じで、いろいろたくさんねかっこいいアクションがあって結構いい感じに見えてると思うんですけど、実はねバランス調整のための土台すらしっかりできてない状態なんですよね。自分のやりたいアクションとか戦闘システムっていうのをとりあえず大きな鍋にぶち込んでグツグツ煮込んでる状態、それはそれでね実は結構うまいんですよ。この路線でさらにねどんどんぶち込んでいったらどんなゲームに仕上がるのかっていうのもちょっと見てみたい気持ちはあるんですけど、ゆくゆくは格ゲーマーとか FPS プレイヤーみたいな方々にも振り向いてもらえるような、それこそ e スポーツとしても盛り上がっていけるようなゲームにしたいなと思ってるので、今作ではしっかりバランス調整のための土台っていうのをね整地していきたいと思います。現状のこのゲームはすごく曖昧な手でじゃんけんをしてるみたいなイメージですね。グーにもチョキにもパーにも見えるような甘く握った拳で常に全員がじゃんけんをしてる。俺はグーのつもりで出したのに相手のチョキっぽい手に負けてしまった、相手からするとあれはどうやらパーっていう意味合いらしいみたいなねことが頻繁に起きちゃってるんですよね。なので今回はそれぞれのアクションに対して、それはグーのアクションなのかチョキのアクションなのかパーのアクションなのかっていうところをね差別化をはっきりすることによって、読み合いの土台ですね、バランス調整をするための土台っていうものをしっかり作っていこうという話になります。この戦闘バランスの土台作りっていうのは、まあ、一朝一夕でね完了することではないので、この動画だけでね完結するわけではないんですが、コツコツとねやっていきたいと思います。ではまず最初に素早い攻撃と重たい攻撃、この2つの差別化に注目したいと思います。現状でもね攻撃力に差があったりとかガードを崩す能力に差があったりっていうところはあるんですけども、さらにその上でね、じゃあ敵側から見た場合相手目線だとそれぞれどう対応したらいいのかみたいなところも含めて、さらに差別化をはっきりしていきたいと思います。ここから先はね説明の便宜上、素早い攻撃を速撃、重たい攻撃を銃撃というふうに呼ばせてもらいます。速撃と銃撃の分別基準なんですけど、これは単純
純に攻撃判定が発生するまでのフレーム数、短ければ即撃、長ければ銃撃でいいかなと思います。具体的なフレーム数はまだ決めかねてるんですが、例えばね、刀とかだったらすごく速いモーションが多いので、ほぼほぼ全部即撃かなっていう感じですね。ただこの溜めてからつくやつとかは銃撃に属するかなっていうイメージ。反対に両手剣なんかはほぼほぼ全ての攻撃が銃撃になりますね。現状両手剣で即撃に当たるようなモーションがないので、これはね、モーキャプスタジオ借りた時に、例えば疲れ殴る攻撃とかね、両手剣だからこそできる即撃みたいなモーションもしっかりね収録していきたいと思います。まあ、つまり即撃銃撃っていうカテゴライズは武器ごとに決まっているわけではなく、あくまでもモーション依存ですよっていうことですね。刀で銃撃ばっかりしていくような立ち回りがあってもいいし、両手剣でね即撃をうまく組み込んでいくような立ち回りも強そうですよね。さあ、それでは即撃と銃撃のそれぞれの方針についてですね。ここ大事です。即撃は回避に強くガードに弱い、反対に銃撃はガードに強く回避に弱い。つまり即撃はガードで防ごう、銃撃は回避でやり過ごそうっていうのが読み合いの土台になってきます。これで即撃銃撃を相手がやってきた場合に、こちらはどう対処してやろうかっていうのが明確になってきましたよね。防御側が勝つパターンとしては、即撃をジャストガードする、これによって敵の攻撃を弾くことができますし、銃撃が来た場合はそれをジャスト回避する、まあこれは回避とでも読みましょうかね。このそれぞれうまく対処できたパターンにご褒美をね設けてあげようと思います。弾きの場合は相手にね隙が生まれるので、次の攻撃をクリティカルヒットさせることができる。コーヒーの場合はね、重い攻撃をさっとかわしたんでね、背後から殴れる、これもクリティカルにしてあげたいですね。今回はコーヒーからのクリティカル攻撃実装していきたいと思います。クリティカルっていうとね、単純に攻撃のダメージが上がるとかね、相手の防御上昇を無視して直接ダメージを与えることができるみたいな想像される方が多いと思うんですけど、せっかくね素早く敵の攻撃を華麗に回避した後のご褒美なので、ここはねちょっとクリティカルの意味も柔軟に変えていきたいと思います。具体的に言うと、攻撃からのクリティカル発生時は攻撃のチェーン数がアップします。つまり確定コンボの段数が増えるっていうことですね。素早い連撃をズバババって決めるイメージです。このアクションの実装方法について三成さんにね相談した結果、ジャスト回避成功時専用のねトランジション遷移タイミングを設けるためのアニメ通知っていうものを用意してもらったので、それをねちょっと設定していきたいと思います。まずね、現状の状態を確認しておきましょう。今は回避成功後も通常ヒット扱いなので、確定コンボダンスが1なんですね。攻撃後に攻撃ボタン連打してても2段目からねガードで割り込まれちゃうので、あんまり旨味がないんですよね。これを例えばじゃあ3段コンボ確定っていう形に変えてみたいと思います。通常は次のコンボに移行するのがこのタイミングなんですけれども、回避成功時のみ、例えば5フレーム早めてみましょうか。ここに設定しておきます。こうすることで通常ヒットの時は後ろのフレームまで待ってから次のコンボに移行、回避成功時は前のタイミングで次のコンボにもう遷移できてしまうという状態になってますね。これで実際に見てみましょう。敵の攻撃を回避からの3連撃。いいですね。めっちゃ気持ちいいです。ちなみに3連撃終了時点で回避後のねクリティカル効果は消えるように三成さんにね設定してもらっているので、永久コンボとかね起きないようにそういう対策もしてあります。回避後の3連撃に関しては自分でねコンボルートを組み立てることができるようになってますので、僕だったらどうするかな、3撃目をねこの盾ですくい上げる攻撃とかにしてケムに巻いちゃうかな。で、連撃食らって焦ってる相手が大体バックステップとかすると思うんで、そこにね弓を打ち込んだりとかすればダウン取れてさらにいい展開みたいな、まあいろいろ戦いがちょっと面白くなってきますよね。というわけで今回はバランス調整のための土台作りとして、まず最初の第一歩ですね、コーヒーからのクリティカル3連撃っていうアクションを実装してみましたっていう動画でした。次回以降もね世界一面白いアクション RPG 目指して開発の進捗動画上げていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。